令和2年10月14日、阿蘇市の阿蘇体育館で今年度の市政報告会が開かれ、市民らが参加し、阿蘇市の施策について市長らが説明しました。受付では検温や消毒が行われ、席も間隔を空けるなどの感染症対策が取られ、この日の市政報告会には、内野巻地区の住民らおよそ130人が参加しました。 まず佐藤義之阿蘇市長からこれまでに市が行ってきた新型コロナウイルス対策、福祉や産業振興への取り組みなどが説明され、その中で財政状況については概ね健全であることが報告されました。阿蘇市の市政報告会は阿蘇市内11の会場で毎年行われ、その対象地区の住民らに らが直接姿勢にも阿南誠一郎教育長からは教育委員会の取り組みが、さらに阿蘇医療センターの甲斐豊委員長からは診療実績などが報告され、新型コロナウイルスについての詳しい症状や、これから流行を迎えるインフルエンザを含めた感染症の検査体制なども説明されました。 最後に質疑応答があり市民からは土木関連工事についてや子育てに関する質問や意見が寄せられていました。